荒井守村8月15日から1893年4月19日は、日本の神道家、皇天学者、家人である。上野国官奈軍高瀬村生まれ。父は、小畑藩、陽太氏頭取役、荒井又左衛門秋十守村、又左衛門、又太郎の名を名乗る。父親の影響があって、学問を志し国学者、元織乗りながらの著書を精読する。 天保十年、京都の登場疑問の門邸となり、疑問著、勝ツ指南を、江戸芝神明の岡田や河七から出版する。江戸にて、国学者として活躍する。皇天学にも精通していて、勤労の思想を、指導普及に努める。慶応三年、神義博、白川家より、学士職を授与される。明治元年、美犬社寺係として、群馬県内の神社史の調査研究をする。 明治2年、大学中助教となる。その後、上野国一の宮岩前神社、観楽軍、笹森稲荷神社の射手の平を務め、皇典高級書委員を兼ねる。明治3年5月10日、岩花県から、神仏分離取締りに任命された、荒井守村が、春名神社へ赴任。廃仏喫釈、仏教的なものをすべて破壊する、要指導この際、 春名神社から仏教職は一掃される。現存している、三重塔も、荒井守る村は、壊すと書いてあったが、残された。ありがとうございます。